皆さんこんこにちは HF チャンネルの藤本です前回の動画に続きマイクロビットでプラレールの電動踏切を作る手順をお話ししていきたいと思いますステップ3では踏切の警報音を鳴らせるようにしていきます踏切の警報音は MP3 プレイヤーモジュールの DF プレイヤーミニを使って再生します。マイクロビットの標準機能では DF プレイヤーミニを使えるようにはなっていませんので、拡張機能をまずインストールします。拡張機能のところをクリックして、拡張機能の検索の画面に入ります。そして検索のキーワードとして DF プレイヤーと入力します。 そうすると DF プレイヤーミニの拡張機能が見つかりますのでこちらをクリックしてインストールしますインストールができると DF プレイヤーミニというグループが追加されますこのグループの中には DF プレイヤーをコントロールするためのブロックが用意されますこれまでのプログラムに警報音を鳴らす処理を追加したものがこちらの画面のようになります 赤枠で囲んだ部分を新たに追加しました。まず最初だけの部分で Connect toDF プレイヤーミニというブロックを使って DF プレイヤーミニを初期化します。その際に RX と TX を接続したピンの番号を指定します。そして Set ボリュームというブロックを使って再生するときのボリュームを設定します。ここでは最大の30に設定しています。 それから、通過開始情報の変数が1であるとき、つまり踏切に入った直後の段階で、PlayDF Player Mini on the File Number というブロックを使って DF Player Mini で警報音を再生します。0というのは SD カードの先頭に入っているファイルを意味します。そして、通過終了情報の変数の値が1になったときには、 プレスボタンというブロックを使って再生を止めます。パラメータとしてストップを指定することで再生を止めることができます。なお、警報音のデータには 0001.mp3 というファイル名を付けておき、マイクロ SD カードに保存し DF プレイヤーミニにセットします。実際にこちらのプログラムを実行すると、今ご覧になっているような動作になります。 列車が踏切区間に入ると警報音が鳴り始め列車が踏切区間から出ると警報音も止まりますステップ4では踏切の LED を点滅させる処理を行います踏切区間にいる間はずっと LED を点滅させます一方で 踏切区間から出たら、その直後に LED を消灯するようにします。警報器の LED を点滅させる処理を追加すると、プログラムはこちらのようになります。赤枠で囲んだ部分を新たに追加しています。まず、最初だけの部分で LED をすべて消灯する処理をしています。2台の警報器に LED を2つずつ接続しています。 それぞれの LED は1台目の警報器では13番と14番ピン、2台目の警報器では15番と16番ピンに接続しています。これらのピンの値をすべて0にすることで、LED を消灯します。そして、ずっとの繰り返しの、もし変数通過中が1ならの部分の中で、LED を交互に点灯させる処理を行っていきます。 ただずっとの繰り返し、1回実行するのにかかる時間が非常に短いので、その都度 LED を点滅させていると点滅が早すぎるという問題があります。そこでずっとの繰り返しが10回行われるごとに LED の点滅を変えるようにしています。繰り返しの回数を数えるために新たにカウンターという変数を用意します。踏切通過開始直後に カウンターという変数をゼロにして、1回繰り返しが行われるごとに、カウンターの値を一度増やしていく。そのようにして、そしてカウンターの値が10より小さいか、そうでないかによって、点灯させる LED を交互に変えるようにしています。そして、カウンターが20までいったらゼロに戻すという処理をすることで、まだゼロから数え直すことができます。カウンターの値をゼロに戻すという処理なんですけれども、 もしカウンターの値が20なら0にするという、まあ、そういう処理の書き方もすることができますが、ここではカウンターを20で割った余りをカウンターに代入するという、そういう方法を取りました。カウンターの値が20より小さければ、その値を20で割った余りというのは元の値のままです。例えば10を20で割った場合、余りは10です。15を20で割っても余りは15というふうに、カウンターの値を20で割った余りは 元のカウンターの値とは変わらないと、そういうことになります。ところが、カウンターの値が20になったときに、それを20で割った余りはいくつかというと、2 0る2 0は1で余りが0ですので、それを変数カウンターに代入することで、カウンターの値が20から0に戻ると、そういう動きをすることができます。また、踏切から出たら LED を消灯します。そこで もし通過終了直後イコール1ならの条件の部分で全ての LED の値をゼロにする、つまり消灯するという処理を追加します。実際のプログラムの動作はこちらのようになります。列車が踏切区間に入ると LED が点滅し、なおかつ警報音が鳴ります。そして列車が踏切区間から出ると LED が消灯し、 また警報音も止まりますステップ5では遮断管を上げたり下ろしたりする処理を行います踏切区間に入っている間は遮断管を少しずつ下ろす処理を行っていきますそして踏切区間の外に出たら遮断管を少しずつ上げる処理を行います ただし、遮断管を下ろす場合、遮断管が水平になったら、もうそれ以上遮断管を下ろすことはできませんので、そこで遮断管を下ろす処理を止める必要があります。同様に遮断管を上げるときも、遮断管が垂直になったら、もうそれ以上回すことはできませんので、遮断管をそこで止めるようにする、そういった処理を行います。遮断管を上げたり下ろしたりする処理を追加すると、こちらの画面のようなプログラムになります。 赤枠で囲んだ部分を新たに追加しました。まず最初だけの部分でサーボモーターの角度を90度にします。90度は垂直にすることを意味しています。それからサーボモーターの角度を一度ずつ変えるために角度という変数を用意してその変数の値を最初90にしておきます。 一方、ずっとの繰り返しの中で変数通過中の値が1のとき、つまり踏切区間にいる間ですね、そのときはサーボンモーターを1度ずつ回転させて、踏切を少しずつ下ろしていきます。変数角度の値を1ずつ増やし、そしてサーボンモーターの角度をその変数角度の値に合わせることによって、サーボンモーターを1度ずつ回転させます。 ただし、角度が180度になると、遮断間が水平になりますので、変数角度の値が180より小さいという条件を指定して、その条件が満たされている間だけ、サーボモーターを動かすようにしています。同様に、変数通過中の値が1ではないとき、つまり踏切の区間の外にいるときですけれども、このときは、サーボモーターの角度を1度ずつ減らしていって、 遮断感を垂直に変えていきます。変数角度の値を1減らしてその変数角度の値に合わせてサブモーターの角度を決めるようにしていますただしこちらも変数角度の値が90より大きい間つまりまだ垂直になっていない時だけ踏切の角度を一度ずつ変えるようにしていますここまでのプログラムを実際に動作させてみました 列車が踏切に入ると、遮断管が降り、LED が点滅し、そして警報音が鳴っているということが分かると思います。そして、列車が踏切から出ると、遮断管が上がり、LED が消灯し、そして警報音も消えます。それでは踏切の動作を動画でお楽しみください。 前編後編の動画で紹介してきたプログラムはダウンロードすることができます。ダウンロードの URL は今画面に表示されております。また動画の概要欄にもこちらのアドレスを掲載しておりますのでそちらもご参照ください。ダウンロードした ZIP ファイルを解凍すると、ステップ1からステップ5のそれぞれのファイルが出力されます。ファイルを読み込むには、 メイクコードのマイクロビットのトップページで読み込むのボタンをクリックします読み込むの画面が開きますのでファイルを読み込むをクリックしますファイルを選択する画面が表示されますので選択のボタンをクリックしますそしてダウンロードして出力されたステップ1からステップ5の使いたいファイルを選択して開きます 最後に続けるのボタンをクリックすることでファイルを読み込むことができます。プラレールの電動踏切をマイクロビットを使って作る手順を2回の動画に分けてご紹介してきました。プログラムを作るときにはこの2回の動画でお話ししてきたように段階を追って考えていくようにすると わかりやすいのではないかと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。